こんにちは。あ、いきなりすいません。あ、こんにちは。こんにちは。今日は何されてるんですか、ここでは。今日はライトショアジギング。ライトショアジギング。いいですね。初青物を狙おうかな。ああ。なるほどね。ちなみに、エギは釣れましたか？エギは、残念です。エギングはダメ。ダメ。ダメでした。僕ね、今日友達に、エギング行きましょうって誘われてて、エギングロッドしか持ってきてないんですけど、ライトショアジギング、それでできますかね？全然エギングロッドでいける。全然できる。できます。あ、本当ですか？じゃあ、すみません、ご一緒させてもらってもいいですかね？大丈夫ですよ。あ、わかりました。ありがとうございます、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい。そしたらね、今回初めて使うルアー紹介しましょうか。メタル丸ですね。世間一般で最強に釣れるっていう噂をちょっと耳にしたんで、今回初めて導入してみました。結構高かったんでね、僕の財布には痛手なんですけど、彼が最強の動きをしてくれれば、それも問題ないことなのかなと思います。じゃあこれでガンガンやっていきましょう。はい、釣れた釣れた。最初のターゲットはタチウオ。タチウオも釣れちゃう最強メタル丸。アクション的には投げてフォールさせたら釣れてたっていう流れかな。フォールさせて立ち上げようとした時にはもう釣れてた。もうなので特にこれといった変わったアクションせずにも釣れてしまう最強のルアーメタル丸ですね。3本あるかないかぐらいですけど、よしとしましょう。あ、こんにちは。合流しました。あ、合流されました。あ、じゃあ今日僕もご一緒させてもらってるんで、よかったら一緒に。よろしくお願いします。えい、これね、僕が釣りましたからね。ゾエさん持ってますけど、メタル丸からサムライジグにチェンジして釣れました。 20g やね。3本ぐらいかな。やっぱりあまりまだ巨大化してきませんね。ていうかね、今日僕が珍しく釣りやってるから、ヒットシーンが撮れないんですよ。はい、逃がしましょう。ゾエさんも頑張ってよ。ヒットヒットって言ってくださいよ。ダメでしょそれは。こう、僕一応プロのキャメラマンでやってますから、僕にもプライドがあるからね。さあ持って帰れる魚釣りましょう。はい。男もね、さっきから太刀をよけ積んでるんですよ。ただ指4本を超える太刀になかなか遭遇しない。持って帰れるサイズにはまだ達してない状態ですね。はい、土井さん、ヒットヒット、ヒットヒット。はいはい、タチウオ。はい、おめでとうございます。何かちょっと大声で一言叫んでくださいよ。青のが欲しい。はい、全部カットします。ゾエさん連発、ゾエさん連発、連発連発。もうタチウオばっかりやな。
写真ぐらいしかないんちゃいます。まあね、大きく育って帰ってきてくれることを祈りましょう。ちょっとここはこっちからタチウオしか釣れんのちゃうんかな。うん、タチウオだけじゃねえ。うん、はい、もうさっきからね、もうタチウオばっかり釣れるんですよ。これ多分7匹目ぐらいですね。もうね、釣れまくるんで、もうカメラも使ってません。ほんまに最初メタル丸がどうのこうの言ってましたけども、もうさっきからずっとジグパラばっかり投げてます。やっぱりね、落ち着くところに落ち着くんですよね。危ない危ない。皆さん針外すときはマジ気をつけてくださいよ。もうね、全部リリースしてます。もう言うても3本もないぐらいなんですよ。持って帰るとしょうがないでしょ。痛い。もうね、尻尾で叩かれてるんですよ、さっきから腕を。こういうちっちゃいやつはリリースしてあげましょうね。はい、いや今ねスパーンって糸が切られましたよ。見えるかなこれ。こんな感じでスパーンって糸切られた。もうこれだからタチウオは困る。ちなみになくなったのはね、ジグパラ。よかった、メタル丸じゃなくてって思う。釣れてるじゃないですか。どこ投げてもタチウオですわ。こっち側でもタチウオ。しかもね、小さいんですわ。困るな。終了。はい。まあ今日はじゃあどうする、タチウオを狙いに来たってことにする。まあまだちょっとサイズは入ってきてないみたいやけど、数釣ろうと思ったら全然釣れる。まあ面白かったってことにしとこうか。はい、ありがとうございました。めっちゃ真っ暗やけど。真っ暗やったら、ひろちゃん今日はよく釣れたな。そうやね、だけ大丈夫。真っ暗に釣れましたね。けどひろちゃんが釣ったシーン全然撮ってないよ。マジで。僕の出たシーンはカットで。カット？お願いします。っていう顔も一切映ってないけどね。Thank you.